皆さんこんにちは。四日市大学環境情報学部の田中勝利です。今回の ETV 四日大では、日本列島に大きな被害をもたらす台風についてお伝えしていきます。毎年夏から秋にかけて日本に接近する台風は、各地に暴風や大雨をもたらし、洪水などの大きな被害を与えています。この番組では、台風がどのように形成され、どのようにして日本に接近するのかを学ぶとともに、台風が接近したときに注意すべきことをお伝えしていきます。台風が発生するエリアは主に日本のはるか南海上です。赤道に近い熱帯の海域で、海面からの水蒸気が元となり、雲が発生します。それらが発達して発生する低気圧を熱帯低気圧と呼びますが、このうち最大風速がおよそ17メートル以上のものを台風と呼びます。台風は上空の風に流されて動き、また地球の自転の影響で北へ向かう性質を持っています。そのため、通常東風が吹いている低緯度では、台風は西へ流されながら次第に北上し、上空で強い西風が吹いている中緯度、高緯度に来ると、台風は速い速度で北東へ進みます。この時に太平洋にある高気圧によっても進路が左右されます。年間の平均で上陸が 2.7 個、接近が 11.4 個、発生は 25.6 個となっています。それではさらに詳しく台風について解説していきます。皆さんこんにちは。今日は台風について子どもたちと一緒に勉強をしていきます。では、最初に質問です。皆さんの、好きな天気は何ですか？真央ちゃん、好きな天気は何ですか？晴れです。はい、晴れ。じゃあ達也くん、好きな天気は何ですか？雪です。雪。じゃあ新くん、好きな天気は何ですか？快晴です。快晴。村井くん、好きな天気は何ですか？晴れです。晴れ。じゃあ今からどうして晴れたり、雪が降ったり天気が変わるのか、図を使って説明をしていきます。毎日の、天気、この天気が変わるのは高気圧と低気圧が関係しています。この高気圧と低気圧で、この矢印、風の向きが違っています。低気圧は周りから風が集まってきます。そして集まってきたこの風が今度は上の方に上がっていきます。そうすると雲ができます。雲ができると天気はどうなりますか？真央ちゃん、どうでしょう？天気は雨になります。はい、雨になります。低気圧は雲ができて雨が降ります。じゃあ次に高気圧。高気圧は低気圧から流れてきたこの風がずっと上の方流れていって、今度は降りてきます。そして雲ができなくなります。こうなると天気は、達也くん、どうなりますか？晴れです。晴れになります。高気圧は晴れ、低気圧は雨になります。
じゃあ次に台風について説明していきます。まおちゃん、台風ってどんなものですか？雨と風が混ざったみたいな。そうですね。台風は雨と風が混ざったようなもの。なので雲があります。雲があるので台風は低気圧です。これは台風を横から見た図です。台風は低気圧なのでたくさんの雲が集まっています。そしてこの雲が集まった雲がぐるぐると回転しています。この台風を上から見るとこのような図になります。はい、これが台風です。真ん中がぽっかりと開いています。これは雲がないところです。これを台風の目と言います。じゃあ達也君に質問です。これは何でしょうか？ DVD です。そうです、これは DVD です。じゃあこの DVD をこの台風の図に重ねてみます。ぴったりと合います。台風は実はこの DVD と同じような作りになっていて、これが周りの雲です。で、真ん中が雲がない目があります。これがぐるぐると回転しています。これが台風です。ここまで分かりましたか？はい。台風はぐるぐると回っています。ではこの台風がどうして僕たちが住んでいる日本にやってくるのか、これを次の図で考えます。これはこの図は僕たちが住んでいる日本の周りの海の温度を表したものです。真央ちゃんは海に泳ぎに行ったことはありますか？ないです。ないです。達也君はありますか？あります。あります。海に泳ぎに行くのは夏が多いと思います。どうして泳ぎに行けるかというと、夏は海が冬よりも暖かくなってるからみんな泳ぐことができます。僕たちが住んでいる三重県、この三重県の近くで8月1日に海の温度が28度ありました。で、この28度は真央ちゃんや達也くんが学校でプールの授業があると思うけど、その時と同じくらいの水の冷たさです。それくらい海が暖かくなっています。で、台風はこの暖かい海で強くなります。なので台風は海が暖かくなる夏に日本の方に近づいて進んでいきます。では次に、台風はどうやって進んでくるのか。じゃあ真央ちゃんに質問です。この図でオレンジ色になっているところは何県ですか？三重県。三重県です。そうです。ちょうどこの図でオレンジ色になっているところが三重県です。これは7月から8月に高気圧。高気圧は天気は何になりましたか？晴
晴れになりました。晴れになりました。7月から8月は高気圧が三重県のところまでぐーっと広がっているので天気は晴れになります。この高気圧が広がっているので台風は三重県ではなくて遠いところを進んでいきます。今度は逆に8月の終わりのあたりから9月にかけては台風がたくさん日本にやってきます。それは高気圧がこちらに比べて弱くなります。そうするとここでは高気圧で天気は晴れになります。でも高気圧が広がっていないところは台風が進んできます。ちょうど三重県にも台風が進んできて強い雨や強い風を吹かせることになります。はい、真央ちゃんが台風は雨と風が混ざったものって言ってくれました。じゃあ台風が来た時にどんなことに気をつけたらいいですか？傘を差し取って、それで見えなかった時とかに自転車とか車が来て引かれないように。ああ、そうだね。雨が降っている時はお出かけするとそういった危ないこともあります。達也くんは台風が来た時にお外に出かけますか？出かけます。出かけない。そうです、台風が来た時は外に出るととても危ないです。台風が来た時の気をつけることはまず真央ちゃんが言ってくれた雨です。雨が台風の時はたくさん降ります。雨が降ると川の水が増えます。たくさん川の水が増えてその川のあふれた水が町の中に入ってきたりとかあふれたりします。そして達也くんがお外には出かけないと言ってくれましたが、外に出かけると川の水が増えてもしかしたら川に落っこちて流されてしまうかもしれません。なので台風が来た時は絶対に水が多くなった川には近づかないようにするってことが大事です。次に台風といえば風、強い風を吹かせます。で外に出ると真央ちゃんはお出かけ雨降ってたらこう傘を差すと思うけど強い風で傘が飛ばされてしまうこともあります。はい、これを見てください。これは台風が来た時に外の様子がどうなるかを絵にしたものです。強い風が吹くと家の周りにある木が風で倒されたり、傘を差してたら強い風で傘が飛ばされてしまったりしてとても危ないです。台風がもしこう来ることが分かったら外にお出かけしないで家の中で台風が通り過ぎるまで待っているってことが大切です。今日の台風のお話を聞いてどう思いましたか？高気圧と低気圧が効いてすごいなって思いました。真央ちゃんは台風が来たらどうしますか？外に出ない。達也くんは台風が来た時にどうしますか？家の中にいます。どうしてお家の中にいますか？飛ばせるからです。
高気圧と台風の進路が関係しているということを知れたので、これから天気予報を見えるときはこのことを意識して見ていきたいです。台風のメカニズムとかすごくよくわかりました。水温が、高ければ台風が発達するっていうのもよくわかりました。僕も気象予報の勉強をしてるんで、すごく改めて勉強になりました。ここまで台風について子どもたちと一緒に学んできました。次に北西地域で過去に発生した集中豪雨についてです。台風の直撃によって